俺がオリオンドバンド、メイビンでございます。昨日の動画は、冒頭に1分ぐらいの黒い画面が映ってしまい、誠に申し訳ございません。誰がハゲた、誰がハゲたこの野郎が、誰が後頭部頭頂部ハゲたこの野郎、申し訳ございません。誰がハゲた、誰がハゲた、そんなのもう45過ぎたらハゲるでしょうが。バイザーで、悪気があってやったんじゃないんです。お金が欲しかったんです。全体的に4分の動画だったんですけど、皆さんもご存知の通り8分を超えたら動画は収益化がすごくいっぱいできます。もうわざと黒い画面で8分の動画に水増ししたらもう全部いいんじゃないかと思って、黒い動画とかなんかエンディングロールをやたら長くしたりとか、やたらどうでもいい話をしたりとかして、なんとか8分の動画を作ってやろうかと、そういう思いがありまして、冒頭に黒い動画を混ぜさせていただきました。すいません。お金が欲しいんです。心の底からお金が欲しいんです。すいません。なのでほんとすいません。もうそうでしょ、でもそうでしょ、 YouTuber とかみんなそういう感じっしょ。ギリ8分以上超えてくるっしょ。ほんとすいません。8分の動画なんてね、辛いんですよ、作るの。辛いんですよ。ほんとすいません。ほら、もう、見ても、もう言うことないよ。もうないじゃん。でもこれをね、8分超えるってね、もう至難の業なんですよ。ほんとに。センセーショナルなこととか、きついこととか、こう言わないことには、もう、なんか人生をかけたダメな言葉とか言わないと、引きつけられないんですよ。ダメなんですよ。だからもう黒画面でいいやと思って、黒い画面を8分間永遠に出し続けたらずっと金持ちになれるんじゃねえかと思って、そういう裏があってやってやりましたよ。俺やってやりましたよ。これからずっと黒でいいんじゃねえかと思ってやってやりましたよ。全世界のみんなが黒い動画にして、でそれをみんなで見合えば無限にお金が湧いてくるんじゃないかと思って俺やってやりましたよ。ネットリックスを見てます普段。昨日はウルトラマンのファイナルシーズンを見て、落ち言うぞこの野郎、落ち言うぞ。漫画も読んでますけど落ち言うぞ。でも言ったらまた怒られるんで、本当に今回の動画は AI で、あのね、プレミアプロの AI をちょっと試しに使って作ってると思います。どうなるかちょっと楽しみです。じゃあ本当に皆さん申し訳ございませんでした。誰がハゲだよ。